こんばんは、魔界闘士です。タースコンバットゼロミッション8シータ作戦になります。今回もアルファ、ベータ、シータをプレイしますが、南ベルカ中央部のシェーン平原にはベルカの第二次対空防衛ラインが横たわっている。2カ所の対空陣地を中心としたこの防衛ラインは我が軍補給部隊の空輸ルートを阻み、その計画自体に遅延を生じさせている。今作戦は敵地上勢力に攻撃を加える部隊と敵航空勢力に攻撃を加える部隊に分かれ遂行される。三方に分けられた方面隊のいずれに加わるかは自らで選択せよ。アルファ方面隊に参加する者は敵の地上兵器を集中的に破壊しろ。ベータ方面隊に参加する者は敵の地上兵器および迎撃機を集中的に破壊しろ。シータ方面隊に参加する者は敵迎撃機を集中的に破壊しろ。各作戦終了後は続けて味方輸送機の護衛に回れ。第一ミッションが続きましたので空戦ミッションのシータ作戦をプレイ。敵は少ないですね。すぐに終わるかな。やりくり必要なのは貧乏が悪いんだ。台風に乗れるじゃん。これにしよう。たまには XLAA でいいね。まあ結果で語ってね。楽しい空戦とシャレ込もうか。連戦連勝のウスキオ傭兵部隊がこちらに配信だ。エクスリー A は一発避けられた模様。地上にもタスさんがいたのか。Thank you.
味方が倒してくれてもいいんだけどさ。TLS みたいですね。こんなんなってるわ。今のが消えかけなのでセーフ。当然だな。よく帰ってきた。あれはひどい状況だった。仲間もだいぶやられた。上から見れば俺たち傭兵の代わりなどいくらでもいる。でも俺たちは生き延びた。
作戦目標は達成したが、敵レーザー兵器による攻撃により我が軍も大きな打撃を受けることとなった。我が国の手で戦争に終止符を打たなければならない。さもなければ戦争が我が国に終止符を打つことになるであろう。ああ、そう。あとは缶入りプレイになります。ご視聴ありがとうございました。